ラットはこの地方でよく見られる魚バテクダムパザル軸。州は、ブルガリア南西部に位置する州。州都はパザル軸。標高は190メートルから370メートル。水資源に富み、マリツァ川とその支流とポルニツァ川及びるヤナ川が流れる。バタクの境界パザル軸州の産業の中心は、工業である。バタク、ペシテラ。 アレコの3つの水力発電所からの電力供給は合計して250メガワットに上る。パナギュリして周辺の鉱山からの銅の産出はブルガリア、そしてヨーロッパ全体への銅の供給の重要な源となっている。製造業は主にハザル軸、パナギュリしてベリングラトにあり、主力製品は鉛蓄電池などである。ペシテラの薬品工業は1000人を超える。 従業員を抱える。ベロボは、製紙工業がある。バタク、ペシュテラ、ラキトボ、ベリングラトなどの南部では、木材産業は、重要産業となっている。農業も重要な産業であり、特に州の中央部で盛んである。最も重要な作物は果物、ブドウ、大麦、ライ麦、米などである。畜産業は主に山間部で盛んである。ロドピ山脈のある。 南部地方は自然観光に適する。この地方は濃密な針葉樹及び落葉樹の森林で覆われ多くの人造湖が点在する。その中で最大の湖のあるバタクダムにはリゾート施設が建てられている。ダム湖には魚類が豊富で魚釣りを楽しむことができる。コイ、ラッド、バーベルなどが見られる。また、ベリングラとストレルチャ、バニャ、ベルバラには リゾート温泉もある。ベロボ近くの丘陵地には古代の神殿跡が残されているほか、セピナ、バタ、ストレルチャなど各地に古代の集落の遺跡が残されている。道路網はあまり発達していない。トラキア高速道路が州の中央を走っている。主な鉄道路線はソフィア、プロブディフと結ばれており、他にパナギュリしてペシテラへ行く路線も敷かれている。 他のブルガリアの地方と同様に、すべての町、村には、電気、電信、水道網が整備されている。いくらかの村では、インターネットも利用でき、また、ほぼ全域で、携帯電話が使用できる。パザルジク州の基礎自治体。ありがとうございます。